自民党は先ほど、追加で報告があった議員を公表しました。教団側と接点があった議員は1人増えて180人に、また、氏名公表の対象議員は4人増えて125人となりました。今回、新たに氏名が公表されたのは、関連団体の会合に出席していた木原誠二官房副長官や、今村雅弘元復興大臣らです。一方、会見で統一教会主催の会合に出席したことを認めていた山際経済再生担当大臣は、追加公表の対象に含まれていませんでした。山際大臣は、速やかに党への報告を訂正するとしていましたが、自民党によりますと、山際大臣からの報告はないということです。